近代社会っていうのは、まあ簡単に言うとですね、自分は何者なのかっていうことを考える社会なんですよ。言ってみればね、自分がつまりどうしてかっていうと、自分が可能な唯一の社会だと思ってないわけです。例えば古代の人たちはね、例えばアリストテレスなんか見てみると、まともな人間社会はポリスになると思ってるわけですよ。まあポリスじゃないとかいっぱいあると思ってるけど、でもそういうのが人間の本来の姿だと思う。だけど19世紀以降の人たちは自分たちの世界が唯一の可能な社会だと思っていません。だから自分が何者であるかってことをこう考えるわけです。その中でそれが非常に学問的にこう政治洗練されてくると社会学になってくる。ただですね、まあ、先ほど言ったように第一次世界大戦ぐらいのところも一つのターニングポイントあるんですけど、まあ、さらに20世紀を終えるとですね、まあ、普通よく皆さん使われる言葉でポストモダンなんて言い方をするではないですか。まあ、ポストモダンってちょっと曖昧な言葉として使われてますけど、そういう言葉がある程度使われるってこと自体がね、近代社会にちょっとこう転換点が来てるぞ。ポストモダンっていうのはね、決して近代の後の社会っていうふうに考えない方が僕はいいと思ってます。ポストって名前の近代社会なんです。ただ確かにね、典型的な近代社会からちょっとこうずれてるわけです。でそのずれたことに対応してルーマンやフーコーっていう人が出てきて新しい理論を作ったんですけど、ちょっとこう行き詰まり感があるといいますか、前に進めきれなかったぞっていう感じになって、まあ、僕はすごい非常にもちろん優れているから、そこは一つの到達点として考えなきゃいけないわけですけれども、私の着眼点ってことは一つだけ言っときます。僕はね、人間がね、この体を持って生きてる、このことを持ってるね、意味みたいなものがすごくなんていうか秘密の核である感じがしてるわけ。どういうことかっていうとね、僕らはこの世界のどこかに埋め込まれてるってことなんですよね。例えば神様のように世界の外から眺め世界を見てるわけじゃなくて、この世界のどこかにどっかローカルな場所に必ず埋め込まれてるわけです。と同時にね、例えば僕らは社会を全体として俯瞰するみたいなことを言うわけじゃないですか。日本の社会はとか、人類の社会はとか、人類の運命は、最近は生態系は、つまりね、僕らこの世界の中で埋め込まれてるっていう現実と、それをこう外から見るかのような視点と、2つが使い分けられているというか、そこが人間の社会的な体験ということについて、あるいは人間の世界の体験ということについて、ものすごく独特な部分だと思うの。これはね、霊長類学というか人類学の領域で言われていることなんですけども、ダンバー数っていう言葉があるんですよ。つまりこれはね、大脳皮質の大きさと、それから集団の大きさとの間に相関関係があって、チンパンジーは50です。実際チンパンジーの集団を見ると50と個ぐらい の, 規模の集団を作ってます。で人間はそれよりだいぶ大きくて150、つまり150人ぐらいの仲間っていうのがね、人間の体というか脳にとっては都合のいい。でこれはね、一定の説得力あります。我々はこの世界の中で埋め込まれた一つの身体として見れば150人ぐらいはちょうどいいはずなのに、大きな社会全体を見つめるような視点も持っている。この神秘ですよね。これをね、どうやって説明するかっていうことがね、僕の、社会システムの考え方のあれで、そうするとなんていうか機能主義的なルートから来る社会システムのアイデアと、それから体を持っているものが世界を意味付けていくっていうね、意味の核化との考え方と、この両方総合しながら考えが出てくると、まあ、そういう感じで作っています。僕はね、人間っていうか、今ね、これほど人間全体、あるいは人間だけじゃなくて地球全体がですね、一つの運命にさらされていると、まあ気候変動を含めてね、こういう時代はないんですね。しかしそれなのにですね、
いかに我々がそれにこう連帯して立ち向かうことができないかってことを日々感じてるわけじゃないですか。そうするとね、人間と人間を結びつけて一つのものにするってどういうことなのか。あのね、人類の歴史ってもう見てると基本的にはね、やっぱりもともとはものすごく小さな集団から始まります。さっき言ったようにダンバー数ぐらいのね、あの集団でもだんだんだん人類の法則、あの歴史の中にいろんな法則を見出そうとする人いっぱいいますけど、一つだけ確実な法則があって、あの集団の規模がだんだん大きくなる傾向があるっていうことだけは確実に言えるんですね。でもね、あのじゃあそれが完全に言えば我々類、人類、あるいは人類のみならず生命っていうね、類を含んだあの運命共同体として我々があのなることができるかっていうと、今そういうものに対して非常にこうブレーキがかかってる感じがします。本当は社会学っていうのが割に成功した一つの理由としてはね、19世紀になってまあ、英語で言えばネーション、国民っていうね、集団についてのリアリティが僕らの中に出てきたってことが大きいんですよ。実は僕らの社会はなんて抽象的に言うときに、私たちの社会はっていうとき漠然とあの日本のこと考えてるじゃないですか。つまり社会はっていう抽象的な実態にイメージがね、あの湧くのは、実は国民国家ってものが非常にはっきりとしたあの集団として成功しているってことがあるんですよ。本当はそれ以前にはね、あの国民っていう集団は、まあ、ないです、はっきり言うとね。それも丁寧に説明してる時間ないですけど。でそのところがね、20世紀も終わろうとしていても、我々はね、国民っていう、 こう境界線を越えたあの連帯っていうことに関しては非常に苦戦してるんですよね。いまだに社会、世界というのは基本的には国民同士の戦いの場なんですよ。で僕らが新しく迎えようとしている社会の中で、今や国民という国にまとまっているっていうことだけでは問題が解決できないところに来ている。これを僕らは乗り越えることができるのかっていうことが、社会学をはじめとするまあ学問ですが、特に社会学って学問のね、あの非常に重要な使命になると思うんです。それは可能なのか、もし可能だとすればどういうふうにしたら可能なのか。まあ、格差もないしかし連帯している、そういうこうあの類的な共同体というものが可能であろうかっていう問いはね、あの次の社会学のあのすでに始まっている重要な問いだというふうに思いますね。2人の学者がですね、あの非常に重要だというふうに考えていて、まあ、それをあの、まあ、あのなんて言いますか、イメージとしてツインピークスという言葉を使っているんですけど、個人の意識にはあの解消されない、あるいはそれを外から規定するようなあのなんて言いますかね、こうダイナミックなですね、あの要素ってものがあって、それによって人間の営みを説明しよう、見えない権力によって動かされてるんだよみたいな、コミュニケーション自身、つまり自分の要素自身を自分で作っていくわけです。集団の規模がだんだん大きくなる傾向があるっていうことだけは確実に言えるんですね。これを僕らは乗り越えることができるのかっていうことが、社会学をはじめとするまあ学問ですが、特に社会学って学問のね、あの非常に重要な使命になると思うんです。